こんにちは、やすです。久しぶりの動画になりますね。ちょっと結構日本に帰ってきてから結構仕事も忙しくてですね、なかなか動画も上げられない日も続いてますけども、できるだけね、やっぱその時間が取れるときは上げていこうかなと思うのと、まあ、あとね、動画やってないときはね、大抵なんか意外と相場が良かったりしてて、そのなんか勉強時間に当てたりはしてます。はい。で、今日はポストコロナについての話です。で、ポストコロナ銘柄を考えるにあたって、実は6月にね、一旦それを考えるヒントがありました。なので、今日はちょっとその6月パターンと呼ばれるものを、ちょっと6月のね、その時のトレンドに沿ってね、ちょっと復習していこうかなと思います。で、最後に一応、ティッカーコードだけの紹介になるんですけども、チェック銘柄もね、載せてますんでね、最後まで見ていただければと思います。初めての方に自己紹介ですけども、日本でもともとエンジニアしてまして、アメリカのゲーム会社でデータアナリストして、今は日本にいますけども、アメリカの投資事業を引き続きやってますということでね。で、動画だとなんかこうかしこまった情報しかないんですけども、ツイッターではね、結構そのリアルタイムにいろんな情報を発信してるんでね、ぜひこの際ね、ツイッターの方もフォローしていただければと思います。今日いろいろお話ししますけどもね、投資は自己責任でお願いします。で、今日はポストコロナの話をするんですけども、ただ今後ポストコロナがそのとりあえずガーって来るんだっていうわけではなくて、今の相場はまだその引き続き小型テーマが非常に強い相場なので、パフォーマンスという意味ではやっぱこの辺をね、引き続き探っていった方が基本的には高いと思います。小型テーマで、EV だったりドローン、AR、リカバリー、賭博というギャンブル、大麻、スパック、バイオとかね、この辺とかは引き続き強いテーマなので、別に今日の話を聞いたからって、そのポストコロナにダーって前のめりになるんじゃなくて、引き続き今の、主戦場はここっていうことだ、引き続き小型のテーマっていうことであって、今日の話はもうちょっとその中長期的な話になるかなというふうに感じます。ただ仕組みとしては、今のタイミングでね、徐々に考え始めるのがかなりいいタイミングかなと思ってます。で、これいつもね、このコップの話してるんですけども、ついに最後のね、ポストコロナの空いたコップに水が注がれ始めたのかなという気はしてます。はい。で、これ非常に重要なんですけども、コップに水が注がれるっていうのはどういうことかっていうとね、左の方にハイ PSR、ハイ PR って書いてあるんですけども、コロナの相場が3月から始まって、その PSR、PR ともにね、どちらもその売上の何倍買われてるか、利益の何倍買われてるかみたいなことを指し示す指標ですけども、今までこのコロナによって影響を受けてなかった銘柄っていうのは、非常にその本来の価値よりも高く買われてきました。で、高く買われて買われて買われ続けて、ここまで株価が上がってきました。そろそろなんか米国株危ないよね、その崩壊するんじゃないのって危惧されてる方もいるかもいらっしゃいませんが、まだこのいわゆるコロナで影響を受けた銘柄っていうのは、PSR、PR で見るともう全然超割安なんですね。もう全然どん底にいるという感じのところが正直あります。なので、このコップ理論で言えば、まだまだその小型テーマもまだまだその何て言うんですか、埋まってない、まだ全然そのハイプっていうか、モメンタムが来てない小型テーマもいっぱいいますし、その本当ほとんどのポストコロナの銘柄において、まだまだ水が注がれてない状況です。なので、一応ね、私の感覚値的には、ここに最後ね、水がジャーって注がれるまではね、まだまだ楽しめるのかなというふうに思ってます。米国コロナバブルもね、いよいよ最終章に入ってきたかなというふうに思ってまして、本気でがっつり稼げるテーマっていうのは、これで最後になるかもしれないなというふうにちょっとは考えてます。で、思えばね、今まで、ガーファから始まり、SaaS 企業になり、で、e コマース、広告テック、そしてクリエネ、タイマーね、今ちょっと吹いてますけど、タイマーとかね、こういうふうにテーマがどん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 移り変わっていったんですけども、で、今ね、小型テーマ、モメンタムがバン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 暴れてますよね。 EV とかドローンとかで、最後かもしれないテーマっていうのがポストコロナかなというふうに思ってます。で、このポストコロナも、水が注がれて水が満タンになる、すなわち PSR、PR、高い PSR、PSR、PR になると、もういよいよ全ての銘柄が本当割高だよねというふうになります。ここに水が注がれたらね。で、おそらく Q2 の決算がそこがピークになるのかなと今はぼんやり思ってます。というのは、Q2 の決算っていうのはどういう決算になるかっていうと、コロナ NG 銘柄、コロナボロボロ組の株、銘柄において、実は去年の1月3月まではまだちょっと良かったんですよ、決算。
コロナが本格化し始めたのは3月の第1週か第2週だったので、去年の1月2月っていうのは決算上の数字はそこそこまともだったんですね。そこそこまとも。なんで、ほとんどの企業が Q1、すなわち4月ぐらいから行われる Q1 の決算は YOY だとまだマイナスが多いんですよ、Q1 の決算と。Q2 の決算である4月、5月、6月、それらの決算は7月ぐらいに始まりますけども、この4、5、6という月はアメリカで全部シャットダウンした月です。で、そこはもうマイナス70%かマイナス 80%YOY になる企業がほとんどで、じゃあ7月の決算、そういった企業はどういった決算を出すかっていうと、基本的に YOY100 とか YOY200 とか、そういうのがバンバン出る決算が Q2 の7月、8月です。なので、今から、株は未来を読むと言いますけども、今からそのコロナ、ポストコロナの銘柄は、その Q2 のその YOY100 の決算に向けて、そこを織り込んだ形で上がっていくのかなというのが私の読みです。なので、Q2 の決算から買って上がるんじゃなくて、おそらく下手したらその Q2 の決算がピークで、そこから下がるとまでは言わないですけども、そこまでがその急ピッチで上がるところの最後かなというふうに思います。Q2 から先はもうそういった銘柄どん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 掘り尽くされて、そこから先はもう減速するかなというふうに思ってるので、その時にね、状況になってみないとわからないですけども、そこの時にさらに稼げるテーマは何だったんだろうなってなると、もうそこではコップが全部埋まってる状態なので、今年の共犯 Q3、Q4 っていうのはもうなかなか稼げるテーマがない。それどころかひょっとしたら金融緩和の出口をね、歌い始めて、暴落とまでは言わないけど、ですけども、すごく渋い相場になるかもしれないともね、ちょっと思い始めてます。なので、いよいよ最終章かなというふうに思ってるので、本気でがっつり稼げるのはもう次の7月ぐらいまでかなっていう感じもあるのでね、気合い入れてね、この辺の相場をね、勉強し尽くしてやっていけたらいいなっていうのがね、私の気持ちとしては強いです。で、今日は6月パターンについて。6月パターンっていうのは何ぞやって話なんですけども、左が感染者で右が死者なんですけども、ちょっと感染者だと分かりにくいですよね。ちょっとそんなにグラフが減ってないんですけど、でも実はここって感染者すごく落ちたんですよね、この時のスケールでは。右のやつなんですけども、4月、5月と死者が大きく増えました。で、この時はアメリカ中でロックダウンしました、街が。私がもともとカリフォルニアにいた時の私が住んでた街もロックダウンしました。で、もちろんニューヨークとかね、ボストンとか、そういった全米の各都市も基本的にロックダウンしました。で、そのロックダウンが功を奏したのと、気温が上昇したのが功を奏して、この6月1日ぐらいから死者っていうのが劇的に減り始めました。もう本当にすごく減ってきて、で、この時私もアメリカにいたからよくわかるんですけども、まず飛行機が飛んだんですよね。今まで飛行機がほぼ1便も飛んでなかったのが、国内線に限り飛行機がどんどん飛ぶようになりました。で、もちろんもう死者がこんだけ減ってきたから、ここから先を見ればね、第2波、第3波があるっていう、後から振り返れば分かるんですけど、この時って、もうここまで減れば、もうこれコロナ終わって、このまま回復期入るんじゃないかとまで言われてたんですね、実は。ただやっぱその後、7月に第2波っていうのが来て、そのムードはちょっと腰折れしちゃったんですけども、少なくともこの6月1日から6月の、そうですね、2週目くらいまでは、もう本当にこれでコロナ終わるんじゃないかっていう期待にね、すごく弾んだ月だったんですよ、この6月っていうのは。今言ったことですけども、ロックダウンが終了して、感染者数が大きく減少して、マーケットはコロナが終わるかと期待した。第2波後から振り返った話で、この時はね、コロナを織り込んでなかったんですね、この時は。ちょうどこのタイミングは。なので、この時の値動きっていうのは、今後のマーケットの予習に本当に最適になり、最適だと思います。で、まず一つ、テック系。私もこの時からずっとテックやってたんですけども、私4月1日からね、もうテック入れてて、で、4月、5月とずっと上がってきたんですけども、6月は初めてテックにとってもたつく月となりました。結構その時の投資状況って、テックやってる人も多かったは多かったんですけども、テック以外の銘柄に投資される方も多くて、日本語界隈では。それこそその VOO だったりとか、ジェットとかね。まだこの当時ってそこまで日本語の株倉界隈っていうか、米国株の界隈ではまだ2020年の情報を結構その中心として回ってるのもあって、まだその VOO とかね、そういったものが、あと SPYD とか、そういうのが結構まだまだいろいろ話題になってる時で、
その時って VOO とか SPYD とかすごく上がったんですよね。で、それを今からやっていくんですけども、まあ、私はずっとテックを持ってて、でもテックにとっては初めてなんかもたつく月となって、今でも覚えてるんですけども、私はもうテックいっぱい持ってて全然株価上がんないんですよね。でもその VOO とか JET とかそういうの持ってる人たちがもうどん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 株価上がってって、でそれで1ヶ月ぐらい耐えて、で私もついに VOO とかに手を出したら、もうそこでその第2波が始まって相場が終わったっていうのを本当によく覚えてます。はい。コロナリカバリー系は急騰しましたね。まあさっき言ったジェットですけども、アメリカの航空会社を集めた ETF ジェットですけども、6月に大きく急騰してます。で、よくね、こういった時にね、使われる CCL カーニバルってやつなんですけども、カーニバルもちょっとここで緑の丸するの忘れたんですけども、6月のところね、まあ、大きく伸びてますよね、ここ。で、まあ、じっちゃま3銘柄であるチーズケーキファクトリーも、これも大きく伸びてます。はい。で、右はマリオットホテルですね。マリオットホテルも大きくこの感染者が入ったところで伸びてます。で、私は すいません。私が好きなテック系ですけども、リフトもここで伸びてますし、まあ、イベントブライトっていうね、リア充パーティー系のアプリもここで、ね、伸びてます。まあ、この時の教訓は、まあ、感染者、死者数が減るごとに、ポスト銘柄っていうのはどん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 元気が出ます。これは別にそれらの銘柄の決算が出ることではなくて、感染者、死者がどん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 減る。で、ニュース出てきますよね。シャットダウンが終わりましたとか、ダイニング開始しましたとか、どっかの州ではもうなんか死者がほぼゼロになりましたとか、あとなんだろうね、飛行機の座席のなんとか率が埋まってきましたとか、旅行者数が増えましたとかね、いろんなニュースが出てきます、ここから先。そのニュースが出るたびに、こういったポストコロナ銘柄はそのニュースを交換を受けてポン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 上がっていくっていうことが、まあ期待されるし、まあ、そういった未来を今からしっかり見ていかなきゃいけないなと思います。で、同時にさっき私が経験したお話なんですけども、まあおそらく6月のことを振り返れば、テックには非常に資金が集まりにくい時期になるかなと思います。もちろん e コマースとかワークフロムホーム、それと広告系のテクノロジー、決算は引き続きすごくいいことが期待されます。決算が悪くことになることはありえないです。ただ、それらの銘柄ってもう非常に PSR、PR が高くなってて、まあ、売上の30倍、40倍、利益の、ね、なんか100倍、200倍とかね、まあ、そういって買われていく中で、そうやってそのもう本当にすごくバリエーションが高くなっている状態で、じゃあその機関投資家が、まあ、個人投資家もそうですけども、ふとマーケットを見た時に、片やもう伸びきって、そこまで YOY が成長してない企業、まあ、特にテック企業は次の Q2 で、もう Q2 ってさっきも言ったようにコロナが大きくダメージを受けて、逆にテック企業が一気にブーストした週なんですよね。 e コマースとかね、ワークフロムホームとか、そこの YOY は非常に厳しいものになります。なので、この Q1、Q2 から感染者が減ってきて、どん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 ポストコロナの期待が高まる中で、じゃあその去年まで良かった銘柄、もうここから YOY が下がるのが目に見えてる、かつバリエーションが高い銘柄と、今はまだ YOY マイナスだけど、もうここから先回復しかしない、しかもバリエーションがまだ割安の銘柄、じゃあお金がね、ここに100ドルあったとして、じゃあ投資はみんなどうするかっていうと、まあ、もちろん全部ね、そのポストコロナに入れないにせよ、まあ、かなりの割合でポストコロナの方がね、伸びていくっていう風に向いていくと思うんですよね。で、それはさっきの6月のパターンを見ても、まあ、結構傾向としてはあるんじゃないかなというふうに思ってます。今現時点では私のおすすめというか、まあ、少なくとも重厚なテック企業、例えば50ビリオンを超えているようなテック企業が PF の50%を超えてたら、それはさすがになんかそのご自身の責任でうんぬんとかいつも言葉濁してます。さすがにそれは僕は見直すべきじゃないかなというふうにはね、正直思ってます。まあ、高 PSR 決算は、決算がいい限りは一応大丈夫と今のところでは思っていますけども、決算悪かったら本当に叩き売られる存在になりますし、今後金融緩和の出口がね、言い始めたら、真っ先に、ハイバリエーションのところからお金が抜けていくので、まあ、やっぱ、そろそろその重厚なテック企業というのは、何ですか、パフォーマンスが期待できる銘柄からリスクになりつつあるなというふうに、思ってます。ただし、小型で低 PSR のテック企業に関しては例外なので、そこはやっぱ個別の判断になりますけども、まあ、高 PSR、もしくは、まあ、時価総額が大きいみたいなね、
この辺が当てはまるようなものを50%超えてたら、まあ、ちょっとそれは見直した方がいいのかなというふうに思ってます。いやいやいや、全然まだ Q1 の決算大丈夫でしょうという意見はあると思います。確かにウォークフローム銘柄も、SARS モデルも、まあ、次の Q1 の決算までは、まあ、持つ、その、なんていうんですか、持つ見込みは高いと思います。まだまだ e コマースは売れていきますし、まだまだウォークフローム銘柄もね、まだ Q1、1月、2月、3月っていうのは、まだまだそのコロナ感染によって、まだアメリカもステイホームがね、まだまだその、なんですか、続ける、生活習慣で続ける週なので、決算自体は e コマースもウォークフロームホームも各種テック企業、1月、2月、3月の決算自体はいいと思います。ただ、ここで重要なのは、じゃあ4月になった時に、やっぱなんか、ポストコロナ盛り上がってきたから、そろそろポストコロナを PF に組み入れるかなって4月に思った時に、その時ってもうポストコロナの銘柄結構上がっちゃってると思うんですよね。まあ、今日のリフトとかの決算見ていただいた方も思うんですけども、もうなんか決算が終わったらポーンって跳ねるじゃないですか。で、やっぱこの4月になった時に、まあ、PSR とか PR とかポストコロナ銘柄の PSR、PR とか見ると、まあちょっと入りづらいなって思うことも多いと思うんですよね。なので、やっぱしその今 Q1 のこの2月という時期は、最もこの重厚なテック企業が高くて、ポストコロナが、まあ、もうある程度値段上がっちゃったんですけど、まだまだ安いうちに買うっていうことがね、まだできる時期かなというふうに思うので、本当に2月っていうのはそういった意味でね、 PF の整理、 PF の、見直しっていうする非常にする時期かなというふうに思ってて、まあ、何度もここまた言うんですけども、これが4月に入った後だったら、ね、ひょっとしたらテックの企業の株価そんな伸びてない中で、すでに上がってきたポストコロナの銘柄を買わざるを得ない状況になってしまうかもしれないので、まあ、その前にね、徐々に徐々に、PF のね、構築をしていくのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。というか、すでに始まってまして、まあ、象徴的な決算いくつか挙げます。まず、ユニティですけども、ユニティは決算クリアしました。まあまあ、いい決算ですよね。YOY39% で予想クリアなんで。これが別に、例えば11月9日のファイザーの前だったら、これって普通に株価上がるような案件だと思います。正直な話。でも、ユニティを大きく売られました。まあ、ただユニティはちょっと若干ね、次のガイダンスが弱いっていうところはあるにせよ、こんだけ出来高を伴ってがっつり売られました。で、ちょっとね、今これ話しながら思いついたんですが、例えばペロトンの決算も非常にいい決算でした。まあ、YOY では大きく減少したものの、クォーターバークォーターではかなり成長してまして、ペルトも非常にいい決算だったんですけども、まあ、その割には株価は振るわないですよね。ピンタレスト。ピンタレストは神決算でした。もちろん EPS も売上も予想を超えてきたんですけども、この76.5%YOY っていうのが、ピンタレストは、売上成長が加速しました。前回の計算では YOY 50数パーセントだったのが、今回76%なので、一般的にここまで売上が加速すると、基本的に株価っていうのは上昇、結構上昇する要因になります。まあ、それはデジタルタービンのね、決算を見ていただいた方が分かると思うんですけども、ただ、ピンタレストっていうのは決算の割には伸びなかったなっていうのは正直な感想です。普通ね、もう決算後こんなにちょっと垂れたりとか、なんかもたつくことってないんですけども、ね、結構神決算だったかなと思うには分には伸びなかったなと思います。まあ、それはひとえに、ピンタレストって結構もう PSR 高いし、時価総額も45ビリオンぐらいっていうのがありますね。さっきのユニティも、ごめんなさい、コメント忘れたんですけど、PSR47 とかで、時価総額も結構高かったはずなのに、2、30ぐらいいってたかな、高かったはずなので、やっぱその流出する条件に当てはまっちゃってるんじゃないかなというふうに思ってます。一方、対照的なのがペンですね。ペンは決算ね、これ前回の動画でもないですけども、決算ボロボロです。もう EPS もレビニューも外してるし、外した上でマイナス成長ですからね、もうボロボロです。ですが、これ決算直後はね、株価上がったんですよね。まあ、なんかその後、決算後の2、3人でちょっと売られる展開となりましたけども、それでもまだ決算前の値段まで落ちてきてないので、こんだけボロボロで、要は叩き売られなかったっていうことですよね、株価的には。で、リフト。まあ、これちょうど昨日ね、アメリカ時間の昨日っていう意味で言うと、決算があったんですけども、まあ、割と普通の決算出してきました、正直。ね、569ミリオン。予想8.9ミリオン超えました。YOY マイナス44%ですよ、みたいな。なんか、まあ、そんな買われる決算じゃないですよね。予想を超えたとはいえ、YOY マイナス44って、
会社の潜在的な価値はねマイナス 44% なんで、ですが株価はプラス 11% です。あのアフターアワーでユニティ、ペロトンみたいなテック企業で大きく成長している企業がすごく成長して決算を超えているにもかかわらず株価が下落し、一方でペンとかリフトみたいなボロボロだったり普通だったりする決算が株価ポーンと伸びたりっていうことが起きてるっていうのはすでに起きてます。まあ、ただこれは別に決算だけの数字を見てるとそういうふうになるんですけども、リフト のあれですね、決算発表のコールを今日ちょっと聞いてたんですけども、こんなこと言ってました。 Q1 すなわち1月3月が最後の減収となる見込みでしょうというのがもう発表してました。この流れでいけば次のクォーターは減収となるのはもう最後の月ですと。 Q2 からはもう強いリカバーリーになって、まあね、前回去年1年前は Q2 ってもうマイナス 70% とかだったので、次の Q2 は必ず YOY プラスの決算が出せますと。でさらにこのコロナ禍においてそのやっぱりリフトっていうのは会社苦しんだんでしょうね。コスト体質を大きく改善したみたいです。まあリストラですよね、いわゆるいろんなところのリストラ、人を切るだけじゃなくてリストラして、もう EBITDA もすごく、コスト体質もすごく良くなって、まあリフト上場以来というか設立以来初めて EBITDA が、まあおそらく年内に黒字期待になるでしょうっていう本当に力強いねコールをしてくれました。なのでここで重要なのは、これだけ見ると確かにうーんってなるんですけども、おそらく今後こういったポストコロナの銘柄の決算コールって結構みんな自信にあふれてる、リカバリーに自信があふれてるコールが結構されるんじゃないかなというふうに思います。なのでなんかポストコロナ銘柄の決算と株価を見て、この決算でこんな上がるのと思わず、実はコールの中では将来の見込みとか予測とか語られてるかもしれないので、まあそういったことが起きると、こうやって普通の決算でも株価はバカンバカン上がっていく。で今まで通りそのテックとか、まあ、クリエネとかそういうものばっか追いかけてると、このトレンドっていうのはその取り逃してしまって、4月の時点ではすでに高いこういったものを掴むかもしれないっていうのがありますね。ちなみにリフトに関しては、私一応ポストコロナの、まあ、テック銘柄っていう範囲ではリフトがね結構いいんじゃないかなと思ってね、こちら動画出してますんで、動画詳細欄に貼ってきますんでね、ぜひ気になれば見ていただければと思います。ワクチンはすでに人口の 13% まで打ってます。人口の 13%、 ちなみに高齢者人口が、65歳以上が 16% なんで、まあ、もうすぐねアメリカの高齢者と呼ばれる人たちは全員ワクチンを打つことになりそうです。人口の割合的にはね。でワクチンの将来はすでにイスラエルで起きてます。イスラエルでね、過去1ヶ月の死者は、コロナで死んだ死者は 97% がワクチン未接種で、ワクチンを打った人の死者は 3% 未満ということなんで、やっぱ明らかにねワクチンを打った人の、まあ、死者率とか重篤率が低い、うん、でイスラエルではやっぱりワクチンのこういった効果があり、外出制限規制緩和というのが行われてます。まあ、アメリカでも同じようなニュースが流れると思います。ワクチンが進んでくると、あれもうワクチンの死者減ってるよねとか、コロナワクチン打った人では死者が減ってるよねとか、そのこうやってワクチン打ったことによって街が開くとか、お酒が飲めるようになる、インドアでお酒が飲めるようになるとか、まあ、そういったことがねどん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 ニュースとして出てくります。まあ、そうなると株価っていうのはねどうなるかっていうのは、まあ、なんとなく想像できるかなと思います。注目すべき点っていうのは、じゃあポストコロナの銘柄どういうふうに見ていけばいいのかなっていうなんですけど、一応私が今までいろんな銘柄を見て限り、まあこの3つは重要かなと思います。まずポストコロナっていうとね、結構大体皆さん、まあ、ジェットだったりとか、ね、カーニバルだったりとかホテルだったりとかディズニーランドっていうのをところ思い出すんですけども、まず第一条件として必ず確認しなきゃいけないのは、コロナ前の決算がいいことは重要です。コロナ前の決算がなんか YOY マイナスだったりとか、YOY 5% だったりとか、なんかすごくこう利益率が悪いビジネスだったりとか、そういうのって別に回復したところでたかが知れてるんで、どうせならやっぱ回復したところでさらに回復後も大きく伸びるようなね銘柄に入れていきたいですよね。まあそうなってくると、コロナ前の決算がいいことがやっぱ条件になってきます。であと身近な経済であること、旅行とか、まあいわゆる想像しやすいような銘柄っていうのは少し時間かかるかなと思います。旅行、ホテル、飛行機とかね、こういった銘柄はちょっと少し時間かかるかなと思います。一応今まで その株価の動きを見てる限りで、やっぱ身近な経済の方がやっぱ比較的早く伸びやすく反応してるんじゃないかなというふうに考えてます。例えばカジノ、タイマー、そしてリーバー、ウーバー、リフトみたいな
タクシーなんですけどね、これは要はタクシー的なものってことですよね。まあ、若者リア充銘柄っていうのは早く反応してます。はい、例えばリフト、まあ、これね前回の動画でやったんでね、詳しくはそこ見てもらえば分かるんですけど、リフトっていう株は銘柄はコロナの前まではもう本当にYOY50 を超えるようなもう急成長企業でした。それがコロナによって大減速してるってことなんで、まあ、リフトという会社の本質的なパワーっていうのはここにあります。なんでこういった会社は、まあ、これは私の期待ですよ、まあ、私もコロナなんて初めてなんで期待でしかないんですけども、こういった銘柄は今からどん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 景気回復にあたって YOY 次々といいの出していく。じゃあそのリフトの事業としてコロナ前の水準まで戻ったとして、じゃあそこで終わりかというと、この会社自体は成長する会社なので、さらにそこから1個2個ステップの先に伸びることが私はそういうふうに考えてます。これはちょっとまだ過去に例がないので私の考えとしてはそういうふうに考えてます。アフィリアっていうこれ大麻の会社なんですけども、まあ、今週ね皆さん大麻がバガンバガン上がってるのね、気づいてる方はいると思います。でなんかまたなんか大麻とかモメンタムとか小型株でなんかみんな遊んでんだな、いやこんなの触らないでおこうと思ったらね大間違いです。やっぱ大麻も決算ちゃんと見ましょう。大麻という産業は実は2018年ぐらいから各州で規制緩和が大きく進んで、2018年2019年と大きく大きく大きく伸びたセクターです。具体的にはどういう規制緩和が進んだかというと、今まで全米のいろんな州でマリファナっていうのは吸っちゃいけなかったんですよ。違法だったんですよ。ただし合法化の流れの中で何ですか、成人用マリファナっていうのがあるのかな、大人であれば一応合法的に吸っていいマリファナっていうのが販売されるようになりました。で私もカリフォルニアに住んでたんですけど、2018年ぐらいだったかな、その今まではその医療用の免許を持ってる人しか吸えなかったマリファナが、まあ、成人の21歳以上の、男性女性であれば基本的にマリファナ吸えるようになった。それを受けてマリファナ産業っていうのは大きく伸びました。ただしやはりこれもコロナに入って、大きく減少しました。っていうのはマリファナっていうのは、まあ、自宅で吸うっていうのもありますけども、やっぱ明らかにクラブとか、まあ、友達の家で集まったりとか、まあ、そういったシーンでやっぱ大きく吸われるんですね。で私もそういったパーティーに呼ばれたりとかした時に、ね、やっぱみんなマリファナ吸ってるのよく目撃しました。あとはもうクラブとかで終わったともうみんなマリファナ吸ってるんで、でやっぱコロナになるとそういった需要がなるので大きく落ちました。で今、11月になりね、ちょっと決算がいいっていうのもあり、さらにコロナの回復するにあたり、じゃあこれからポストコロナだってなっていく中で、じゃあどの産業にまず投資をしていくかっていうと、やっぱそんななんかね、飛行機とかホテルみたいな本当のズタボロの銘柄よりかは、もう前回までもコロナ前まで急成長してた大麻だみたいな感じで今ものすごく盛り上がってるっていう側面はやっぱあるんじゃないかなというふうに思います。まあ実はそこをレディットにね目つけられてさらに、ね、踏み上げてるっていうところはありますけど、まあ、最後にね、ちょっと長くなってきたんでこの辺にしますけども、最後にティッカーだけここを出しとくんで、まあ私がなんかポストコロナっつったらまあ大体この辺かなっていうのをねふうに思ってるんで、まあちょっとここねスクリーンショット撮っていただくなりなんなりして結果だけ並べておきました。ただし全然どれも全部買い推奨してるわけではないです。私自身も買うならもうちょっとここから過去の売り上げだったりとか決算とか、ビジネスとかちゃんと調べなきゃいけないので、本当ティッカーだけです。なんでなんかもしポストコロナ欲しいなっていうのなんかあれば、このティッカーをきっかけにね調べていただいて見てもらえるのがいいかなと思います。私が以前に紹介したねアジシスなんかもね結構いい動きしてますんでね、ぜひ見てもらえればと思います。はい、じゃあ今日ね29分になります。ちょっとね長くなってしまったんですけども、6月にポストコロナのねもうなんかいろいろ兆候が見えたのでね、いい復習になったんじゃないかなというふうに思います。で2月ね、引き続き小型株テーマ株がねやっぱポン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 上がってると思いますけども、やっぱ引き続きメインはそこで楽しんでって、であとは決算とか勉強しながらどのポストコロナ銘柄がいいかなと思ってね、徐々に入り始めていく月だと思いますんでね、なんかそういった感じで2月ねポートフォリオを組んでもらえればと思います。ではね、今日もありがとうございましたということでね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。